どうも、トムヤンツニスタンネルのトムヤンです。よろしくです。はい、今回は両手バック、片手バック、あなたならどっちにする？はい、ということで、はい、僕たちのチャンネルはうまいこと僕が片手バックで、僕は両手バックです。はい、こんな分かれているチャンネルはそうありませんので、はい。はい、まあなんていうのかな、片手バックのいいところ、悪いところみたいなのも言ってきたらいいと思いますし、なんかね、こうどっちがいいって多分難しいと思うんですよ。まあ決めてというか、まあ、その人に向いてる向いてないとか、やりやすい、うん、やりにくいあると思うんでね、うん、そういった部分も解説できたらそうですね、はい、当てはまればそっちがいいのかなと思うので、そうですね、はい、で僕たちスポンサー様を務まらせていただきまして、はい、ワッペンもつけさせていただきました。はい、おっぽ様とね、ウィンディバーズ、はい、で私はネクストジーンズね、はい、皆さんはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからお世話になると思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあレッスンやっていきましょう。お願いします。お願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ではやっていきたいと思います。はい、お願いします。の前にね、はい、僕たちなんで両手片手なんですかね。なぜ両手？僕はですね、はい、コーチが両手だったからです。それ言う。でまず僕は片手バックっていう存在自体を知らなかったですね。うん、あ、周りにいなかった。まあバックハンドは両手でこうだよって教えられたので。いや、間違いない。うん。まあそれでそこから成長していって、まあ片手バックの人とかを見たんですけど、うん、まあ、あるんだっていう程度。でもまあ自分の中ではこれ固まってたというか、ずっと練習してたし、っていう感じですね。なるほど、ね。まあなんか僕は変えようって思ったことがなかったですね。おえー。なるほど、うん、そういうことね。僕逆に両手やったんですよ、はいはいはい、始まり、はい、まあ言うと両手片手両手片手になったんですけど、うん、3回切り替えてるっていう、うんうん、でも僕も同じ、最初は片手バックじゃなくて両手バック教えてもらうから、うん、両手バックから始まったんですけど、最終的になんで片手になったかというと、まあ、憧れが強かったです、いろいろフェデラー、フェデラーもそうだし、よく思えば僕高校あるじゃないですか、はいはいはい、結構上の人たち強かったじゃないですか、片手バックの先輩多かったんですよ。ああ、なるほど、周りね、周り、僕逆に周りは両手バックばっかりだったんですよ。ああ、なるほど、片手の人がいなくて、はいはいはい、うん、だから周りってのも大きいかもですね。なるほど、うん、あとはもうなんせかっこいい、まあね、うん、確かにその強い先輩がかっこよかった、うん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 、だから僕はもう片手にしようって思いましたね、うん、なるほどね、うん、どこがかっこいいってね、構えね。いや、わかりますよ。ここやばないですか？僕もある程度テニスをやってきて、まあ高校からもうちょっと上いただいたりに、琴ってかっこいいよなって思った時もあるんですけど、うん、でももう遅いかって思って、うん、まあ切り替えはしなかったんですけど。はいはいはい。うん、なるほどね。って思いますね。これまあでもね、両手も片手もメリットデメリットってあると思うんですよ。はいはい、ありますね。はい、両手のメリットをちょっと。まあ両手のメリット、よく言われるのは高い打点で打ちやすい。うんうん、高い打点でもしっかり例えば打ち込んでいったりとか、うん、しのぐボールもしっかりこう、バランスを崩さずに、うん、打っていったりしやすい、うん、っていうのが一応メリットになってきますね。はいはいはい、はい、あとはまあ振られたボールに対して両手だったら、うん、オムニとかだったらこうオープンでこうパーンと返せるんですけど、はいはいはい、片手だったらちょっと厳しいから、はいはいはい、後輩それかもしくはスライスになっていくと思うんですよ。はい、はいはいはい、振られたボール、高い打点が打ちやすい。なるほど。ちょ、打ってみてくださいよ、両手。はいはいはい、でこんななんか話しててもあれやから、はい。これなんかワンポイントでなんかやると言ったら、なんかここ気をつけた方がいいよっていう両手バック。そうですね。両手バックは片手バックと違って、横向きは作るんですけど、そこまでぐーっと横向きを作りすぎると、うん、体が逆に、回らなくなってしまうので、下半身っていうのはそんな横向かなくていいかな。ただその代わり肩だけはスッと入れてもらう。なるほど。正面向いた状態からクッと肩を入れて、前方向に左手を大きくスイングできるような形を取っていただいたらいいかなって思います。まあ大きく片手と違うのは、しっかり体を回していくっていう部分になってくるんで、うん、ラスト。体をしっかり回せる形で、ボールに対して入っていただけるといいかなと思います。なるほどね、はい、なるほど。逆に片手のメリット言っていいですか？はいはいはい、メリットまあ後でデメリットもまた言っていこうと思うんですけど、はい、片手のメリットは結構意外に遠いボールも取れますよ。ああ、なるほど。足開くだけなんで、はい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 、こうやってね、リーチは長いですよね。長いんですよ、うん、
そう。なんかこう、力が入りづらいと思ってるんですけど、うん、むしろ、遠いボールの方がガーッ入るから、意外と力入る。ああ、なるほどね。うん。まあ、最終的に無理やったらもうスライスにはなってくるんですけど、うん、そういう切り替えもしやすいし、うん、なので、意外と思ってるリーチ長いというのを思っておいてもらいたいのと、あと、力がない人、片手バックできないと思ってるじゃないですか。僕見てください。僕はやっぱ男の中でもない、細いんで、ないんですけど、僕片手の方がスピードボール打てるし、片手の方が打ち負けない自信があるんで、リターンとかでもね、よくね、バーンって打ち返すぐらい、打点がしっかりしてれば変えるショットなんで、そうですね。なので、力がない方でも片手バックってかなりチャレンジしてもらっていいと思います。ちょっと打ってみていいですか？はい。はい。まあでもね、なんせ僕は一番ここが好きなんで。構えね。はい、ここね。ここでも、バックっていうのはもう片手バックっていうのは決まってる。まあこの時点でまず両手と入り方、体のこのひねり具合が変わってきますよね。そうですよね。完全にもう後ろを向いてるような、そうですよね、形になるんですけど、うん、両手はまだ下半身の部分はちょっと正面方向を向いてたと思うんで、だよね、そこに違いがありますよね。かなりもう相手に背中向けてるんちゃうかぐらいで、うん、ね、今ちょうど MJ に完全に背中見せてると思うんですよ、うん。あとはまあフィニッシュが、両手はおへその位置がしっかり向こう、相手方向向くんですけど、片手はおそらくまあ斜めぐらいだよね。斜め横ぐらいでフィニッシュするかなって感じですよね。これね、インパクトまでね、これ感覚なんですよ。なるほど。これ。で、まさに、あ、そうか、振り出しでちょっと開いていく。そうです。もうこのままターンのまま手出していくと片手バックでできるんで。こうやって。開くと、やっぱりこう力抜けちゃいますよね、片手バックっていうのは。ここ大きな違います、そうですね、違いですよね、うん、やっぱり両手バックと片手バックの。あともう一つ僕片手のええなって思う部分があるんですよ、うん。まあ、片手って右手主導、全部右手じゃないですか、言うたらね、はい、扱っていくのは、はいはい、だからしのぐボールとか自然とやっぱスライスとか使ったりしていくじゃないですか、うん、スライス上手くなっていくと思うんですよ。そうですね。僕片手の人みんなスライス上手いなっていうイメージがあるんですよ、はい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 。まあ、もちろんフェデラーもそうですし、うんうん、まあ上手いじゃないですか、ね、得意ですよ。得意でしょ。はいはいはい、スライスばっか使うじゃないですか。間違いないですね。はい、だと思うんで、うん、それいいな、いいメリットやなと思うんですよ。あ、これはでもないものねだりかも。あ、なるほどね。僕は逆に両手もいいなって思うんですけど、 あ、 なるほどね、あんだけこうなんか力ちゃんと加えてしやすいのいいなと思いますけど、うんうんうん、でも後悔はないですね、片手バック。ああ、なるほど、ね、やっぱり僕もないですね。うん、うん、まあなんかもうちょっとここでなんていうかな、パワーバシンと振り抜きたいなとか、うん、もう打ち込みたいなとか、うん、例えばパッシングでパーンとこう振り抜きたいなっていう時は、はいはい、あ、ここ片手やったらめっちゃ振り抜けたなとか思うんですよ。あとは低い打点とか、うん、低い打点パーンって振り抜けたらなとか思うんですけど、うんうんうん、まあでもまあそんぐらいですね、僕は。まあ、なるほどね。いいなって思うんです。これどういう人に向きます、両手片手って。まあやっぱりしっかり片手の場合は入れた時はいい打点で捉えれたら力いらないと思うんですけど、うん、やっぱり低い打点とかチョンってやる時とかって、はい、ちょっとここのリストの力、うん、まあ必要になってくると思うんですよ、うん、で女性とかってやっぱりその部分ちょっとしんどいと思うんで、はい、まあやっぱ男性の方が向いてるかなと思います、うん、そうですね、うん、当然ですね、うんうん、まああとは軟式上がりの方はやっぱりこう最初からこういう打ち方になると思うんで、それはまあもうちょっとグリップをいろいろ試行錯誤していただいたら、片手の方が打点っていうのは慣れてるかなと思うんで、うん、まあ軟式上がりの方は片手やってもらってもいいと思いますね。なるほど、うん、いやなんかお客さんとかでもスタートから始めて初心者から始めて結構フォアでもボール飛ばせられる人いるじゃないですか、うん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 、そういう人ってね当て感いいと思うんですよ、うん、ボールへの。そうですね。そういう人は片手バックでもいいんじゃないかなって、うん、当て感ある人は片手バックでもボール飛ぶと思うんで、でもやっぱ必死にやってもボール飛ばへんっていう方はちょっと両手で最初は試してもらってもいいのかなと思うので、そうですね、うん、そういうところで両手バック片手バックっていうのを分けてもらえると、うん、コーチ目線としてはいいのかなと、うんうん、僕たちも片手やりたいんですって言われて、片手じゃあちょっとやってみてくださいって言ってちょっと当てかんない人にはちょっとやっぱやめてた方がいいですねみたいな、うん、やっぱ片手バックってパーンって弾く感覚なんですよ。両手バックはこうグーッとの、なんていうのかな、押していくじゃないですけど、うん、線の上ぐーっと大きく振っていくような感覚なんで、ちょっと当て感の違いがあるので、そこで皆さん分けてもらえると、いいのかなと思いますね。一、うん、回試して、途中でちゃうなって
ってなと思ったりとか、まあ例えばコーチからいやちょっと例えば両手の方がいいですねとか言われたら、うん、全然変えてもらっていいと思いますし、ね、あのなんかコロコロ変わるの嫌かなとか思うんですけど、はい、自分に合った方を選んだ方がいいと思うんで、そうですね、まあ他人の意見というか、はい、アドバイスっていうのは結構こう受け止めた方がいいかなと思いますね、そうやね、コーチとかね、そうやね、まあ、貫くなら貫いてもらったらいいんですけど、はい、まあこんな感じでね、僕たちの意見を、うん、まあコーチ目線として、まあ、両手バック片手バック、うん、まあ僕たちの個人的な意見も入ってたと思いますけど、うん、そういうのも参考にしていただいて選んでいただけたらいいかなと思います、はい、僕最大の最後のメリット言っていいですか、はい、片手バックは冬手袋できますこれがもう最大の間違いない、間違いこれもできないですからね、間違いない、はい、最大のメリットですので片手バック人口が増えたらいいなと思いますね、はい、はい、まあこんな感じでね、はい、僕たちの両手バック講座ということで、はい、まあ、またレッスンやっていきたいと思いますので、はい、その時よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。高評価、コメント、よろしくお願いします。